義王駅は大韓民国駅道義王市山道にある韓国鉄道公社の駅、韓国交通大学校という副駅名を持つ。乗り入れている路線は旅客営業を行っていない路線を含めると、線路名称上は京府線と南部貨物基地線の2路線。このうち旅客駅に停車するのは京府線の電車線で運行される京府電鉄線の電車のみである。 駅番号は、改札外ホーム前傾島式ホーム2面4線を有する地上駅で、京上駅舎を持つ。電鉄線ホームは、高床ホームであるが、ホームソールホームはかつてトンイル号が停車していた、停車ホームとなっており、高さが異なる。なお、停車ホームは現在使用されておらず、立ち入りも不可能。ホーム両側に、南部貨物基地線の線路が数千ある。 出口は1番と2番の2箇所ある。近年の1日平均乗車人員推移は下記の通り、106,244。ありがとうございます。